嵐に舞いて旅に出るのも板話を待ってて恋さん悲しいだろうが若い二人の思い出にじむ光線に月も見れぬ十三夜。おいさんがあてを初めて光線寺へ連れてきてくれはったんは富士吉に奉公に上がった晩やった。はよう立派な板場派になりや言うて長いこと水掛不動さんにお願いしてくれはりましたが、あの時からあてはあれは恋さんが好きになりました。腕を磨いて何話に戻りゃ晴れて座れる中ではないか。お願い恋さん泣かずにおくれ、今のわてには親方さんやすがないが、味ののれんにゃあがたたぬ。死ぬほど苦しかったあてらの恋も親方はんは許してくれはった。あとはみっちり包丁の修行を積んで一人前の料理人になることや。まあ恋さん待っててや。ええー、な恋さん。意地と恋と包丁にかけて両手合わせる水かけ不動。さいなら恋さんしばしの別れ、妙と連在思い出横丁宝禅寺名残尽きない日がうるむ。